よろしくお願いしお願いします。そしてなんともレアですけれど、改めてご紹介させていただきます。レノファ山口 FC 下田正弘監督、よろしくお願いします。お願いします。そして、夏香義弘ヘッドコーチ、よろしくお願いします。お願いします。そして中山元気コーチです、よろしくお願いします。お願いします。さあ、今日はですね、はじめは、まあ、子どもの日ということで、お子様のいらっしゃるサッカーをやってるお子様をお持ちのお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん保護者の方を対象ということにさせていただいていたんですけど、いろんな質問がしたいという親御さん、もしくはその大人の方がいらっしゃったので、生下田塾ということで、サッカーの質問、子育ての質問、人生相談、仕事の相談、いろんなものがね、多分下田監督に質問として挙げられるんじゃないかなと思います。下田監督、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。さあ、じゃあここからは YouTube で、あ、もう上がってるのかな、 YouTube でね、生配信もされておりますので、有意義な会にしていきたいと思います。皆さん、よろしくお願いします。お願いします。はい、下田監督、今日ずっとお家ですか？ずっとお家です。このところずっとお家です。ですよね。お家で何されてるんですか？いや、生きてますよ、ちゃんと。ご飯も食べてます。はい。まあ、サッカー見たり。ご飯どうしてるんですか？ご飯。ご飯はもう適当です。はい。もう日本には美味しい食べ物がたくさんあるので、温めたりお湯入れたり、それで十分食べていきます。そうですね。いや、本当にね、サッカーもしくはレノファ不足のね、サポーターさんも多い中なんですけれども、まあ、ある意味こういう時期だからこそできない下田監督へのいろんな質問がね、できるというふうにちょっとポジティブに捉えまして、皆さんからいろんな質問を、挙げていただきました。では早速順番通り行っていきたいと思います。では平岡さん、はい、こんにちは。こんにちは。早速お願いします。はい、よろしくお願いします。東京から平尾と言います。仕事、山口への移住相談員っていう仕事をしていて、相談者さんがレノファの大ファンで、そこからファンになりました。で、この春宇部市に移住されて、レノファ移住っていうのを流行らせたいなと思っている平尾です。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ質問はこっちからいきます。はい、よろしくお願いします。はい、質問したいことをたくさんあるんですけども、一つということなので、かなりオーソドックスな質問なんですが、今子供が小学3年生の男の子が今サッカーをやってます。でもちろんレノファファンなんですけども、そうですね、練習を、まあ、どんな YouTube 見ても、どんな皆さん、例えば監督の Twitter を見てもですね、練習を毎日するっていうこと、すごく大事だということで会話をしてるんですが、まあ、なかなか小学3年生だとそんな習慣にもまだなってなかったりするので、どういう声かけしようかなみたいなことを毎日毎日してるんですけども、最近だとこのコロナの影響でキャプテン翼がなんかアニメでまたやってたりするので、それを毎日見てるとですね、なんかすごいやる気になってきて、なんとかシュート、ドライブシュートみたいなことで、すごく毎日練習に、もうほぼ毎日練習してるのすごくいいなと思うんですが、まあ、そのアニメとか、またそういうことじゃなくて、例えば親からの声かけとか、そうですね、雰囲気作りとか、そういったもので何かそのモチベーションをキープするようなやり方とか、声かけの仕方とか、まあ、褒めるなのか叱るなのか何なのかみたいなところを、ちょっとふわっとした質問で恐縮なんですが、一言アドバイスいただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、これは僕が答えていいんですか？あ、じゃあお願いします。まず僕もキャプテン翼で育ちましたから、もうその漫画を見てるのが一番だと思います。で、今はもう練習もきっと試合もできないと思うので、もうモチベーションってあんまり気にしなくていいと思います。ボールが蹴りたくなれば外に出ればいいし、蹴りたくなければうちで、まあ、アニメ見ててもいいだろうし、やはりこうその気になるまで待った方がいいと思います。あ、はい、その年代であれば自分からその気になるのが一番で、まあ、キャプテン翼を見てその気になって外で3時間ぐらいボールを蹴ってましたから、僕もそういう小学校3年生でいいと思います。うん、
ありがとうございます。ゲストの夏花さんいかがですか？ゲストじゃないです。お子さんいらっしゃる。一緒です。あ、逃げた。ざっくり。一応僕の仕事は、しもさんをサポートっていう仕事なんで、サポートします。一緒ですで終わった。はい、でも、一緒ですね。やる気がないと、にならないんで、もちろん、やる気にさせるのも必要ですけど、ほっとくっていうのも必要かなと思います。で、自分がやる気になった時にやってもらう。それをサポートする。それで3年生はいいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。元気さんは小学3年生の時はどうでしたか？はい、もうサッカーしたくてしかしたくてしたく仕方がないような。あ、そうでした。はい、サッカーばっかりやってました。自宅と学校が近くて、いつも学校に遊びに行ってサッカーやってました。なるほど。離れたいと思ったことはないですか？サッカーからですか？はい、そうですね、もうずっと始めてからずっともうサッカー、何かしらサッカーに携わってるので、はい、離れるってことはなかったので。すごい。むしろ山口帰ってきて、仕事しながらサッカーやってた時はやっぱり普通にこう仕事をするっていう大変さはもちろんありましたし、よりサッカーで頑張っていきたいっていうふうに思いました。子供さんも早くね、こうやる気に自発的になってくれたらいいですね。待ってみます。はい、ありがとうございます。どうしてもなりません。ありがとうございました。じゃあ続いていきましょう。ゆあちゃん。はい、ゆあちゃん、はい、お願いします。お願いします。お願いします。埼玉からいつも応援してます。ありがとうございます。私が最初聞きたかったことは平尾さんと同じだったので、子供のモチベーションの上げ方だったので、まあ、今お話伺えたんでちょっと変えたいんですけど。はい、いいでしょう。子供とチームメイトの技術の差をどうしても比べてしまって、やっぱり試合とか見ててなかなか自分の子供がうまく動けてないと、どうしても終わった後にいろいろこうなんであれできなかったのとか言ってしまうんですけど、そういうのはどうしたらどこまで言っていいのかちょっといつも悩んでますので、よかったら何かアドバイスありましたらお願いします。はい、僕も自分の息子を見てた時に、まあ、僕は余計に思ってしまうので、なんでうちの息子は他の選手よりもうまくいかないんだろうってずっと思ってました。でも結局親ができることって子供を応援することしかできないので、隣の選手とその差があって当然だと思います。でその差がどっかで埋まったり抜いたりまた抜かれたりっていうことがずっと繰り返すと思うので、そういう成長をこう見守り続ける、応援し続ける、一生懸命やる、一生懸命走る、もうそれだけを応援する、それだけでもできたら子どもは喜んでサッカー続けると思うし、まあ勝って喜んだり負けて泣いたり、こう他の選手とうまくいかないって言って落ち込んだりしますけど、まあそれも全部含めてそこをずっと見れるのはコーチではなくて親しかいないので、親御さんしかできないことって絶対あると思うので、まあ、サッカーの技術的な指導はコーチの先生や監督さんに任せて、一生懸命やってたら一生懸命やってる子どもさんを褒めてあげればいいかなと思います。はい、はい、ありがとうございます。夏花さんや元気さんはプレイヤーの、ね、時代ももちろん終わりでしたから、こう誰かと自分を比べて悔しいっていう思いになられたこともあるんですかね。どうですか、元気さん。全部、はい、もちろんありますよ。もちろんあります。自分の調子がいいのにやっぱ出れないっていう時がたくさんあったので、
なんでだっていうふうに思ったりとかはやっぱり思ってました。はい、そんな時ってなんか親御さんからかけられた言葉とか覚えてます？いや、大人になってからなんで親はあれですけどの話だったね。子供の時はまあ親に何か言われたのあんまりなかったですけど、まあいろいろこうやりたいことをいろいろ1年間はやるんだったらやれって言っていろんなことやらせてもらいました。水泳だったり何だったり、そういう親だったので、まあ比較的こう自分まあにこうチャレンジさせてくれるような親でした。理解のことですよね。わかりました。ありがとうございます。ゆわちゃんいかがでしたか？はい、ちょっと自分にできることを子供のサポートとか頑張りたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ続いていきますね。小林さん。いますか？名前が出てるんだけども。ミュートが外せるかな？ちょっと難しいですか？後ほどまた声をね、かけさせてもらいますね。じゃあ続いていきます。福ちゃん。はい。お待たせしました。お願いします。私の娘は、2人いて、で20歳と17歳なんですよね。で私と主人は熱狂的に毎回ホームには必ず行ってるんですけど、娘2人は全く興味がなくって、誘っても全然来てくれなくって、なんか親のモチベーションはものすごい高いのに、その年代の子供たちってこうなんだなっていう、すごいなんか一緒に行きたい気持ちが先に立ってしまって、どういうふうにこう誘って行ったらいいんかなっていうのを思いながらいつも2人で行ってます。20歳と17歳でしたっけ？はい。その年代の女性がかっこいいなと思うような選手を今集めてるんですけどありがとうございます。一応選手取るときに顔も今考えて取ってるんですけどかっこいい選手たくさんいるんで、うちの選手を好きになってもらえるとファンになってもらえる、はい、もうちょっとポスターやら貼ってアピールをもうちょっとします。はい、ありがとうございました。ちなみにお好きな選手はいらっしゃるんですか？ジョージ選手です。おお。キャプテン。なるほど。やっぱりでも本当応援にねたくさん来てくださることで、選手たちもすごくテンションがね、やる気も大幅にアップするでしょうね。うん、そういうの身近に見ていて、やっぱり夏花さん感じたりしますか？レノファのホームどうしても振りたい。僕が現役の頃は結構 120% 出ましたね、若い子が。なんでぜひぜひ娘さん2人を誘って強引でもお願いします。頑張ります。お願いします。ありがとうございます。ございます。若い人がまた増えてくれたら嬉しいですね。さあ、じゃあ続いていきましょうか。西村沙織さん。はい。はい、お願いします。はい。はじめまして、西村と言います。高校1年と高校3年の息子がいるんですけど、子供たちは野球をやってましたが、レノファの試合見に行った時に、すごい圧倒されて、それから、好きで見てます。頑張ってください。私からの質問は、仕事にしてもですけど、サッカーのチームにしてもそうなんですが、子がたくさん集まって、一つのチームだったり会社だったりができてると思うんですけど、何かを進めていく上でコンセプトっていうものが大事になってくると思うんです。で、そのコンセプトを決める上で
大事にしていることっていうのを教えてもらえたらいいなと思います。お願いします。はい、真面目に答えた方がいいですね。まあ、本当に選手スタッフ入れて、そうですね、50人近い一つのチームなので、はい、まあ、50人が同じことを考えるっていうのは多分不可能なんですよね、うん、ただ50人が同じ方向を向くっていうのは可能なので、うん、まあ、できれば僕らがどこに向かってこう走っているか歩いているか、どこを目指しているか、ゴールをちゃんと決めて、うん、今自分たちがどこにいるかっていう現在地をちゃんと決めて、うん、現在地が分かんないとゴールにたどり着けないので、今現在地僕らはここにいるけど、みんなでこっちに行こうよっていう、その道筋をちゃんとこうみんなで意識する、うん、で50人がみんな同じ方向に向くっていうことをちょっとできるような、そういうコンセプトにしたいなというふうに思ってます。なるほど、ありがとうございます。簡単ですけど。ああ、とんでもないです。なかなかあのコンセプトを決めることにものすごくあのいつも、うん、迷うというか、その何を一番大事に考えてそこを決めていったらいいのかっていうことを考えて企画だったりとかを立てているので、参考になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかコンセプトの立て方って監督難しいですよね。そうですね、本当に、うん、でもあのそういうのをちゃんと考えないと、こうチームで何かする、組織で何かするっていうのできないので、まずビジョンありきとかコンセプトありきとか、こうみんなが立ち返る場所を作るとか、なんかそういうのができないと、みんな本当50人みんなバラバラのとこ行っちゃうので、はい、それをまず作る、そこをこう作るのにすごく悩む、考えるっていうのはすごくいいことだと思います。ゼロハの場合はもともとその、まあ、チームのコンセプトっていうのがチームとしてあった上に、監督が山口に来られてからもっとそれをこう強固にしていく、もしくは何かをこう組み合わせていくという作業をやはりされたんですか？そうですね、もうクラブは僕が来る前からちゃんとありましたからね、うん、そのレノファ山口っていうクラブのコンセプトはあったし、で僕はそこにこう一緒にやる選手とかスタッフとかをもうまとめるためにチームのコンセプトっていうのを作って、でそれをやろうと、で他のチームと違ってレノファらしさって何なのっていうことを常に意識しながら、まあ、勝つか負けるか分かんないんですけど、どうせ勝つならこうやって勝とうとか、こうやって負けるなら次がまだあるねとか、そういうことをちょっと考えられるようにちゃんとコンセプトを作ろうということで今作ってはやってます。ああ、今ほららしさっておっしゃった、その部分がコンセプトなのかもしれないですね、うん、西村さん。そうですね、うん、らしさっていうのはなかなか自分で、うん、セルフなんかこうビジョンというか、なんか自分のことをこう作っていく、ブランディングしていくっていうのはなかなか難しいなというふうには思っているので、そのらしさを見つけることがまず最初なのかなとは思ってます。他の今こうサポーターとしてここに参加してくださっている皆さんも、こうレノファらしさってなんか頭の中にポンって浮かびますよね、なんとなくね、うん、元気さんはそれこそレノファのプレイヤーでもありましたからね。はいやっぱそのコンセプトって変わってないなと思いますか？そうです。そうですね。まあ、あの、チームとしてあるコンセプトはもう、このクラブは続く限りあると思うので、あの、そこからは、あの、すべては外れてないと思うので、それは変わってないと思います。ずっと同じだと思います。へえ、コーチになられて、トップチームの、これを、なんかこうね、後にこう、貢献していくというような立場でいらっしゃいますがね。ありがとうございます。じゃあ次行きましょう。次は木田義恵さん。はい。はい、こんにちは。もう私からの質問は先ほど平岡さんとか出てますので、ちょっとこの場変えて質問したいなと思います。私今現在スポーツ栄養を勉強中です。管理栄養士です。そこで監督にお聞きしたいんですけど、選手のコンディション、あとまあ体作りっていう風になってくると、食事は切っても切れないという風に思うんですけど、監督として選手の皆さんには、まあ、食事の部分、コンディションを整えて、いつでもこうパフォーマンスを発揮するためには、
どのようにこう伝えてらっしゃるというか、あのおられるのかなっていうのがすごく知りたいことなので教えてください。はい、選手はもちろん練習をしなければいけないんですけど、それと同じぐらい休養と栄養っていうのが大事で、やはりその栄養っていうのは非常にこう生きるためだけではなくて、やはりパフォーマンスを上げるためにこうアスリートとして人とね、普通の人と違ったような食べ物も取らなければいけないし、その取るタイミングも考えなければいけないし、できれば例えば練習場にそのままレストランがあると、練習終わった後すぐに食べられるとかね、そうやってこう食事を取る、栄養を取るタイミングっていうのもすごく重要視してます。なので、去年一昨年ぐらいからアウェーに行ってもできるだけ夜ちゃんとご飯を食べてから移動しようとか、あるいは飛行機で東京から帰ってくるときに羽田空港でもう食事をちゃんと取っちゃって、それから一つ遅い便で帰ってくるとか、まあ、ちょっとそういうような工夫をいろいろしてます。で、若い選手はやっぱり独身の選手で、まあ、僕はもうどうでもいいんですけど、若い選手はねちゃんと自分で食べなきゃいけないので、そういうところはすごくクラブとしてもっといろんなことをやってあげたいなと思いますけど、まだなかなかそこまでいろんなものが揃ってないなっていうところがあります。でも本当にその栄養っていうのは非常に大事なことなので、管理栄養士さんに入ってもらいたいぐらいです。ありがとうございます。私公認スポーツ栄養士目指してますので、はいはい、すごい、はい、つながるといいなと思ってます。元気が面接しますから、お、はい、頑張ってください。あすかさんはあれですか、選手時代は食べ物は、僕ですか、はい、僕はさっきも言いましたけど、はい、食べたいものを食べ、ほっといてくださいって感じです。時代を感じる。でもやっぱり今考えたらちゃんとしてた方が選手寿命も伸びたと思うし、もっとパフォーマンスも上がってたかなって思ってるんで、はい、なんで吉江さん頑張ってください。ありがとうございます。合格です。合格。受かっちゃった。ね、やっぱり食事の面ですね、選手の皆さんもこの、自粛期間中にやっぱり困ってるって選手多そうですね、監督。いや、うん、聞くとみんな結構自炊してるんで。そうですね、はい、まあ、その男の人はなかなかこう男子厨房に入るべからずっていう時代ではもう全くなくなってるなと思います。ちょっと選手のところ食べに行きたいぐらいです。ねえ、皆さん写真なんかも上げられて、なんかカフェかみたいな感じのね、料理を作られてる吉浜亮平選手なんかもいますけど、すごいですね。はい、じゃあ続いていきましょう。続いて古谷さん、お待たせしました、お願いします。はい、はい、僕は多分島田監督と同級生になると思いますけども、はい、でまあ、だいぶ上になりますけども、元気くんの、高校の先輩に当たると思います。何回か一緒に蹴ったことがあります。よろしくお願いします。で、いろいろなんか面白いこと用意してたんですけど、ちょっとあんまりやっちゃったらいけない雰囲気なんで、真面目にいきたいと思います。どういうまずちょっと2つぐらいあるんですけど、まず下田監督に一番僕聞いてみたいのは、まあ、サントス時代のできれば、カズ選手絡みのエピソードとかなんか面白い話があれば聞いてみたいです。そうですね、もう35年も前の話なんでね。まあ、サントスにカズのお兄さん三浦康俊さんと2人でアパートを借りて、サントス FC の練習に通ってました。で、そこから本当に歩いてすぐのところに砂浜があって、サントスの海岸って一晩中ライトがついてるんですよ。で、こう国道があって芝生があって砂浜があって海があるっていうのがもう延々と続いてて、はい、で一晩中ライトがついてて、であちこちにこういう
棒が2本立ってる、いわゆるサッカーゴールがあちこちにあって、でそこでいろいろサッカーをやってるっていうのが本当に日課だったんですけど、あ、まあ、そこで日本人がみんなで楽しくサッカーをやってると、ブラジル人がそれをバカにしに来てそこでしょっちゅう喧嘩になったりとかって言った時に、やっぱりもう戦闘機っていくのはやっぱ数でしたね。そういう意味では本当にこう、あの頃からブラジル人には絶対負けないみたいな気持ちをその砂浜でも出してたのは、やっぱり数が一番すごかったなっていうことを覚えてます。 ありがとうございます。もし時間が許されるなら、ちょっと練習に関して一つ聞きたいことがあったんですけど、はい、いいでしょうか。はい、まあ、僕なんかサッカーやってた頃は、真夏でも水を飲むのは気合が足りんからだっていう風な時代だったんですけども、水とか一切飲めなかったんですけど、僕レノファの練習をよく見に行かせてもらってて、すごい一つ面白いなと思ったのが、ずっと見てるとですね、ビブス、違う色のビブスの選手にパスを出してたんですよね。それがずっとそのなんでかなって、試合形式の練習でなんでかなと思ってたんですけど、どうもずっと見てると、そのビブスとハチマキと笛の関係がなんとなく分かってきて、見てるうちに、あ、そういうことなのかなっていうのがだんだん分かってきたんですけど、あの練習ってやっぱすごいなと思って見てたんですけど、まあ一番の意図というか目的というか、そのあたりをすごい聞いてみたいなと思ったんですけども、話せる範囲で構いませんので。いやいや、もう全然隠すことは 何もないので、練習を見てて多分こういうことだろうなと思ったのがもうその通りです。はい、もう笛の合図で味方が変わる、こういろんなチームを、いろんなチームを作って、まあ、2チームなんですけど、ビブスの時はこのチーム、ハチマキの時はこのチーム、ハチマキの時はこっちに攻める、ビブスの時はこっちに攻めるって、こう味方も変わるし敵も変わるし攻める方向も変わる、それを笛一つでこう判断しなきゃいけないっていうのがあるので、まあ実際のゲーム中そんな難しいことはやらないんですけど、でもこう練習、僕は練習の設定の方が、試合よりも難しい設定をした方が試合の時にもっと楽にできるなと思ってるんで、まあできるだけいろいろこう、ただ面白くやってるだけではなくて、ちょっといろんな意図は持ってます。瞬間的にこうどっちが味方なのか敵なのかを見て判断するとか、自分の色が何色で自分の味方はこっちで、この時はどっちに攻めるっていうのを瞬間的にこう判断を早くするっていうことが、ああいう練習で楽しみながらできればなと思っていろいろやってます。ありがとうございました。ありがとうございます。もう練習見ているだけで頭が私たち疲れるぐらいだから、選手の皆さんすごいですね、本当に、うん、ついていくのが、まあ、多分それよりもこう夏の方が大変だと思います。いろんな練習の設定を毎日僕は考えるだけなんですけど、それをどうやって選手にやらせるか、あるいはどういうチーム分けするかっていうのは、今うち全部夏がやってるんで、グラウンドに出てくるのが一番夏が遅いんですけど、それは最後の最後までグルーピングをしているということなので、はい、夏が元気がやらないので、夏がいつもね、とってもやってるから助かります。いつもなんか戦術ボード持ってらっしゃるのはもう夏香さんの印象ですもんね、やっぱり。はい、困ります。今年はなるべく練習時間に間に合うようにチーム決めもしていけたらと思ってるんで、僕も成長します。お、元気さん大きな声も響いてますよね、練習場で。そうですか。はい。はい、まあ名前通りを心がけてます、僕は。はい、名前通り、はい、元気に過ごすことを心がけてるので、大きい声も、はい、僕らしさなんで。ですね。早く練習がね、見に行きたいですね、古谷さん。ね。さあ、じゃあ続いていきましょう。続いては、杉本渉さん、お待たせしました。お願いします。こんにちは、皆さんよろしくお願いします。本日は、子供が今3人いるんですけども、長男と、次男は、男女男で、
上と下はサッカーをしてるんですけども、レノハさんでお世話になっておりますけども、一番上の子供がディフェンスがすごい好きだっていうふうに言うんですね。でディフェンスはすごい大切なことだし、自分の得意なところっていうのですごい見守ってあげたいんですけど、やっぱりサッカーっていうのは点を取らないと勝てないスポーツじゃないですか。それこそレノファの選手の皆さんのようにアクティブにゴールをガンガン狙っていってほしいという親の気持ちがある中で、子供がディフェンスをすごい得意だから僕はディフェンスしたいんだっていうんですけど、その辺をもっとアクティブにこう点に絡めるような選手にした方がいいのか、どうしたらいいのかなっていうのが今あって、皆さんにお聞きしたいなっていうのがあるんですけど、皆さんいかがでしょうか。あの子供でディフェンスやりたいっていう子は貴重です ね。そういう気持ちを持ってる選手は本当に大事だと思います。大体昔ブラジルはいいゴールキーパーが出てこなかったのは、みんなゴールキーパーやりたがらなかったので、みんな点を取りたい点を取りたいってみんな前の選手になって、一番サッカーの下手な選手がゴールキーパーをやるという時代がすごい昔ありました。だけど今ゴールキーパーも世界中にこうスターのゴールキーパーがたくさん増えてね、やっぱり守備をするっていうことがすごくこうそこにやりがいを求める選手もたくさん増えてきてるので、それを無理やりこうフォワード行け点を取れってやる必要は全然ないと思います。はい、多分あのセンターフォワードにはきっとわからない、元気にはわからない守備の魅力がありますから、それはもう多分夏じゃないとわからないと思うので夏どうですか。まあ、大体前やる選手はわがままそんなことないですよ。まあ、元気見てたらわかるんですけど、わがままですただあの長男くんみたいに をやるっていうことは僕は共感持てます。あのやっぱりチームのために体を張るとか犠牲心っていうんですかね、僕はすごい持ってるんですけど、元気は全くないんですけどだから本当そこはあの尊重してあげて、はい、ただ僕もやっぱ後ろやってたんですけど、やっぱり点取りたいと思ってたし、でもその前にやっぱりしっかり守備をした中で取れた時の喜びっていうのかな、でももうすごかったんで、もうあのさっきも言いましたけど、伸び伸びと自由にやらせてください。はい、お願いします。ありがとうございます。対して元気さんどうですか。僕ですか僕はわがままじゃないですよもう犠牲心の塊ですよあの僕あのコンサドーレにいた時にあの池内っていう人が年間11点取ったんですよ、ディフェンスで。すごっ。でその翌年に育っていう人が10点ぐらい取って J2 から J1 に昇格したんですけど、まあ、当然その2人は守れて、なおかつそこに得点セットプレーだったりで得点を上げることで、まあ、貢献してて、僕よりも点取ってたんで、あの自分の立場がなかったのを覚えてますいや、まあ、人気はあれだよね、はい、フォワード登録だけどほとんどディフェンスしかしてなかったもんね。そうなんですよあの復帰が攻めるんでその分守ってたしダビが攻めるんでその分守ってたんでもうその分走ってたんで、ただ僕もあの点は取れなかったんですけど、なかなか取れなかったです取れなかったというだけでなるほど。でも本当ね、監督、レノファの選手たちはそれこそポジションはあれどものすごくこう守備そして攻撃のまあ境目がないというか、トランジションあまりこうねすごいじゃないですか、そのあたりのこうなんていうんですかね、攻守の切り替え早くとかねっていう部分でいくと、やっぱりこうどっちの選手もどっちのスキルを必要とするというか、すべてのスキルを必要とするっていうのがレノファのサッカーにあるような印象もあるんですけど、いかがですか。まあ、本当に簡単に言っちゃうと、全員攻撃全員守備っていうのをちゃんとピッチでみんなやろうねっていうところですね。口で言うのは本当簡単なんですけど、なかなかあの体が動かなかったり頭が動かなかったりするので、まあ、そういう意味ではディフェンスもどんどんゴール前に飛び出していっていいし、フォワードも前からプレッシャーをかけてほしいし、
やっぱり両方やっていかないと、もうこの時代いいサッカーできないなと思ってます。杉本さんの息子さんはそれこそ今レノファーの下部組織でプレーされてるんだとしたら、はい、トップチーム出したいですよね。そうですね、ぜひトップチームに行ってガンガンね点を取ってうわーってやりたいんですけど、まだなんか僕はシュートするじゃない、まだ僕は後ろの方で守っておく方がいいんだっていう方が強いので、どうしても親としてはもっといけいけボールにいけってなるんですけど、なかなかねまだ子供の心では前に行くことがちょっと緊張するみたいなので、後ろの方でねディフェンスに徹してるっていう状況なので、これからまた皆さんのお目にかかれるような選手になれるぐらい成長させたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。待ってます。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあはい、最後になりますね。ちょっと小林さんがいらっしゃるか分かんないんだけど、魚さん先に行きますね。はい、お願いします。お待たせしました。今日は、東京から入らせていただいていて、普段関東の仲間と一緒に東日本の試合で頑張って応援したりとかしてます。で、ちょっと質問したかったことをですね、西村さんから言われてしまったところもあったんですけど、コンセプトの話があってちょっと関係するかなと思うんですけど、そうですね、レノファずっとコンセプトがあって、まあずっと一つのコンセプトでやってきたってことだったと思うんですけど、まあやっぱサポーターの皆さんよくわかると思うんですけど、監督が変わった時とかにちょっとブレたこともあったっていうのは結構あると思う、たまにあったと思うんですけど、で今やっぱ下田レノファのサッカー見ていて、コンセプトもすごい一貫しているし、選手はみんな監督コーチのことを信頼しているしっていうのを見ていて、やっぱ下田レノファが長く続いてほしいなっていうのは正直すごく思っている。そういう人も多いんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、まあ、そうすると僕も含めてそう思ってるんですけど、そうするとポスト下田時代っていうのがちょっと将来必ず来ると思うんですけど、少し心配で、っていうのもですね、その監督変わった時にちょっとブレたことっていうのを考えた時に、なんていうのかな、そうですね、そういうことにならないようにするっていうプロジェクトを下田監督はされるっていうことでレノファに入ってきたっていうことだったと、最初の記者会見を見ていて、そういうふうに覚えてるんですけど、今ですね、クラブの土台をしっかり作るっていう、レノファにいらっしゃった時に、やるっていったプロジェクトの観点で、今、どのぐらいの出来具合だなっていうふうに思われますか？どのぐらいそのクラブの土台を3年でできたなって、で、これから何年間ので、どのぐらいのことを、まだやらないといけないと思われてるかみたいなことがもしあったら、ちょっともし失礼な質問だったら本当に申し訳ないんですけど、ちょっと気になったので、はい、ぜひ教えていただきたい。本当にここだけの話なんですけど、レノファーがこれからどういうサッカーやるかっていうのを今ちょっと作ってます、ちゃんと、うん、これはもうそのうちの社長 GM それからまあクラブの、役員みんな含めて今やってるサッカーが全てではないんですけど、やっぱりこれから先監督が変わろうが選手が変わろうがレノファーがやるサッカーは変わらないよっていう、それこそさっきのレノファーらしさっていうのを見てる皆さんにちゃんとこう伝えられるようにね、それをちゃんと言語化して可視化してクラブとしてのスタイルをちゃんと確立しようということを今ちょっと作ってやってます。なのでもちろん勝ったり負けたりするので、勝った時はいいけど負けた時はもう全然ダメっていう感じにならないように、勝っても負けてもレノファはこういうサッカーやるぞって、こういう選手たちを集めてこういう姿勢でこういうサッカーやるぞっていうのをもうその今後ずっと10年20年続けられるように、それをこの3年間でちゃんと作ろうという話をずっとやってきてるので、まあこれで本当にもし今年ちゃんと再開をしてね J1 に上がれれば、それをもっと勇気を持ってどんどん進められますけど、もしそうじゃなかったとしても、やっぱり他のチームとレノファってやっぱり違うよねって皆さんにこう誇ってもらえるようなものをちゃんとこう作ってる今最中なので、大丈夫です。それはもうクラブとしてこう監督が変わろうが選手が入れ替わろうが、こうレノファのサッカーは多分変わらないっていうことをちゃんとこう
決めてやってますんで、はい、それをちゃんと形にできるように今年頑張ります。ありがとうございます。強化部とか育成とかそういうピッチ外のことも含めてのプロジェクトだと思っているんですけど、はい、その点も含めて頑張って。あ、もうそうです。トップチームだけじゃないです、はい、それこそジュニアから含めて、はい、レノファのユニフォームを着て、はい、レノファのエンブレムがここについてる人はみんな同じことやろうと、はい、いうようなそういう、 こう行動指針も含めて今一つこうクラブの幹をちゃんとこう作ってるので、それはまたどこかで皆さんにご紹介できればなと思ってます。ありがとうございます。ピッチでもよく見えるので本当これが続いてほしいなってすごく思ってます。はい、頑張ります。ありがとうございます。今年のまだ練習ができている期間時間というかに、それこそこう下部組織というかユースなどのコーチたちもそのトップチームと一緒に練習に参加されたりとかしてましたよね。そうですね、もうそれはもう一昨年からずっとやってて、うん、手が空いてるアカデミーのスタッフはみんなトップの練習おいでって、そこに来て同じジャージ着てグラウンドに立ってちゃんと僕らの練習を手伝ってほしいということをやってるので、それはもう元気もねユースにいる時からしょっちゅうトップの練習に来て邪魔をしては帰ってっていうことで、いえいえ、違います、お手伝いをして帰っていくっていうやっぱり共通の認識を、それこそコンセプト、レノファのコンセプトを統一するためには、その本当に、まあ、クラブ全体が同じところ、ベクトルを向く必要がやっぱりありますもんね。だからそのために一緒にみんなで練習をするっていうのは、一番、こう、なんだろう、一本線が作りやすいというか、感じはしますね。あと、こう、なんですかね、感覚で、なんとなくみんな同じように感じるだけではなくて、それをちゃんとこう言葉にして残していくっていう作業をちゃんとやらないと、その概念は分かるけど言葉がみんなバラバラだったりとかするので、言葉によってみんな解釈が変わってきますから、一つの概念はこの言葉ってもうちゃんと決めて、それをレノファのカラーにしようということで今ちょっといろいろ言葉作りからやってます。気になりますね坂田さん、その辺気になりますね。気になりますね。監督のお部屋に貼ってあるっていうのは何かの記事で見たことがあるんですけど、それをちょっともし見れたら見たいなっていうのをちょっと今思いました。クラブハウスに、はい、クラブハウスに、はい、はい、クラブハウスに。それで秘密なんですよね。秘密、うん、別にこう隠してるわけじゃないんですけどね、選手とかスタッフがちゃんと見れるようにクラブハウスに貼ってるだけで、要するにこう展開してっていうのはあんまり意図的にはやってないです。うん、なるほど。なんかコアなサポーターからするとものすごく知りたいって感じですねすごくね、いろんな話をね聞けたんですけどね、ずっと気になってることを言っていいですか、夏香さん、はい、夏香さん、その後ろにいるスヌーピー、ちょっと、あ、これですか、あ、ヨガマットだったのかなそれ。あ、はい、やってるんでチームで買ってきました。そのマフラーは、あ、これはスヌーピーレノファのグッズのやつだ。はい、ずっと置いてありましたね。はい、毎晩寝てます、一緒に。こんな可愛らしい一面が手の振り方慣れてる感じがしますもんね、なんか。はい、好感度アップですありがとうございます。はい、ね、本当に。さあ、ということで皆さんね、質問していただいたと思いますけれど、ちょっとね、小林さん姿がなくてね、ごめんなさい、ちょっと声届いてないかな、申し訳ありませんが、そろそろお時間がね迫ってきたので、このあたりで終了させていただきたいんですが、最後にじゃあ、下田監督、そして、夏香ヘッドコーチ、そして中山元気コーチから一言ずつですね、メッセージをいただけたらなと思うんですが、いかがでしょう。まずじゃあ元気さんからお願いしてもいいですか。はい、まあ、こういう時期になってから、このズームというものを自分をやらせてもらって、
皆さんとこうやって顔を合わせて話せてすごく面白かったです。あのサポーターの皆さんのこの意見だったりとか考えだったり、まあ、僕も子供を持ってる親として、まあ、皆さんと同じような悩みを持ってたりしてて、その中であのいろんなことをあの今日自分もあの親として参加できてすごく楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。夏香さんお願いしていいですか。はい、じゃあ短く、今こういう状況ですけど、今は99% の準備する時期だと思ってください。やがて 1% のゴールを取れる時が来ます。よろしくお願いします。ありがとうございますね。これですね。それです。これ何回も読んでます。何回もじゃなくて何冊も買ってください。確かに。じゃあ最後に下出監督お願いします。はい、東京とかね埼玉とかあの本当に、大変なところから今日は本当にありがとうございました。本当にまずはその感染しないさせない、自粛が大事なのでまずその家族も含めて皆さんの健康を大事に考えてください。でまたこんな機会は本当に生まれて初めてなのでちょっと緊張しましたけどやってみるとすごく楽しかったです。皆さんとこう直接触れ合えて、まあ、スタジアムとか小野田で会うのとまた違った楽しみがあるなという発見も、まあ、この時ならではかなと思います。ちょっといろいろポジティブに考えてまた皆さんとグランドやスタジアムで会える日を楽しみにしてますので皆さんは気をつけてまたよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。以上で全てのプログラムを終了させていただきたいと思います。下田正宏監督そして夏香義宏ヘッドコーチそして中山元気コーチありがとうございました。ありがとうございます。はい、ではお三方から退場という形にさせていただきましょう。本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで以上で、全て終了させていただきます。初めての試みということでもっと聞きたいことがおそらく皆さんあったかと思いますけれども一つしかね逆に質問ができなくて申し訳ありませんでした。本当にご参加くださいましてありがとうございました。皆さんもありがとうございました。なんとかこれで乗り切ってください。ね、ここすごいいいこと書いてある。ぜひありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、